よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ディアトリモン、行こう。
し、俺が行こう。行こう。俺が行く。よし、私だね。オイラの番だね。
俺が行こう。絶対に勝つんだ。ディアトリモン。僕の番だね。ミラノモン。私の番ね。もっと守れる力を。ドーベルモン。Thank you.
手になろう。僕の番だね。
兄ちゃん？当たり前だろ。こんな、またほら、すぐそうやって乱暴な態度取って。だから俺は、おカイト、言い方けど聞いてくれ。今は言い争ってる。うわ、今度は潮らしい、見え見えだよね。ねえ、頼むから聞いてくれって。うちここにいたい。ここでシャコモンとずーっと一緒。ミウちゃん、あなたはまだ、そうよ、子供を狙う敵もいるし、正体不明の他はどうか知らないけど、今までいた周りは可愛いぬいぐるみみたいなのばっかで。それってジジモンやパルモンたちのこと？うちは、おいおい、ここまでじゃ、これは説得、きっとミュウ、お前は分かっ、またそうやって決めつける。分かってないのは鬼、うちが今までどんな気持ちだった。ミュウ、お前いい加減にしろ。どうし、ほらまた、だからお兄ちゃんの、ミュウ、よしよし。ミュウちゃん、君がカイトに不満を抱、しかし君を安全な場所へ連れて。何それ、知り合いかどうかなんて関係ないよ。マス、大体さっきから危険危険って、このせ、はあ、雲見ても、まあ、あの程度の、あ、とにかくうちはここから離れないから。その、かわいいみ、え、遊園地に侵入してきた敵、このままじゃ、みゆ、先行ってば、そ、このままここに、死んじゃったら、そ、の、バルモンとパタモンもやられちゃったの？やだ、やだ。ねえ、ジジモン、嘘だよね。みゆちゃん、本当なんだ。嘘、そんなの、まさか。あっ、おしろ、そんな、こいつ、お姉ちゃん、こっち、うん、私たちも急ぎ、どこ、早くそこで、どいてろ、さあ、みんな、ミュウ、子供と一緒にいる連中が、獲物が、なんかぼ、なんだよあいつら。ミュウ、絶対にそばをは、ガキども、好きにしろ、俺はそっちはどうでもいい。なれなれしく呼ぶな、俺の名はガルルモンだ。君たちもある、
あんなクズ連中なんて知るか。お前が一番。人間の。かなりバ。ファルコモン。強い。このやら。よし。お前は助けに。くそ。なんだ。今のうちに。ガッ。逃がさんぞ。お前は震えながらでもよく言ったわ、葵。そうよ。ガニ。俺の目的はお前。ガル。裏切る。なんだかわか。今のうちに。生贄のガキは。おい、ミュウはお前。人間の俺たちの大切な仲間にって、しつこく立ち上がってきやがっ。さっきのは不意をつかれて転んつわらさ。ほほう、威勢だけはいい。だったら次は力の押し比べじゃなく望むた。アグモン、よく。果たして僕はアグモンたちをし、いいだ。こお前たちの、おら。やっぱりお兄ちゃんだもん。でもあんな、そんなだとミユが。それでもうち、女王様、女王様、目障りなんだよ。私を頼ってもいいよ。僕の番だね。イラノマン、行くぞー。
が行こう。絶対に勝つんだ。ディアトリボン、行こう。邪魔をするな。邪魔をするな。おいらの番だね。
んだね。ガルルモンはできればタクマの言いたいことはあれほど好戦的な、おまけにあい人間の子供だからなおだって戦えばタクマそいつの言う俺たちがミノルをみだってよけど、うん、やれやれ天馬姫が来てからいろいろあったが、このありがとう人間の子供たち、そしてうちはミュ、ほっほっ、では、うん、当たり前だろ。もちろんそんなの当たり前だよずっとミュが心配、妹心配するのは、無事にミュちゃんを救出できた、これで一件落、帰るって校舎…そう…み…仕方ないわよ、うん、そんなの…とても…さっき…もごめんね、フローラ、うん、何かの…その…迷い込んだんじゃなく…誰に…サキたちは物理的な話じゃなくて、そう、ハルとミユキはない、そう、はじ、そうだな、過去に何度もに、じゃ、お、そ、あいつ、もしかして、一体わし、それはつまり、うん、そこで一つわしも、これはとあるもの世界、その術によってわしが話を聞いたそやつ、それは、あ、うん、それどうしてそんなことが分かったんだ、その相手の居場所、動向なので、まあその、それじゃあ今の僕は悪魔、あ、タクマに、もし戻、そうだね、うん、じゃあ帰れる可能性だ、おいおいおい、くミュー聞いたか、も、うん、もっと嬉しそう、これで喜ぶのは、いきなり
前にダムに行った時に地下へ続く入り口みたいなのを見たの。やたら目立つ模様、もしかして。あ、そうそう、あれ確かに。まずはそれから。だってさ、自分のことをやっぱ僕も、白魔が僕の、私もさ、そうだね。そう、ああ、Oh, God.